戦うのは稽古だけじゃないです。自分でも戦えない自分一番なんですね。だからそのできない人たち運動と戦いに追い込むしかない。一番は稽古じゃないですか。もう僕は思った。辛い稽古やってますけど、本番で勝つと、すごい嬉しい。それが一番ですよね。勝つことが。